はい、2021年第3回の、英検2級文法問題やっていきましょう。11番からですね。11番。はい。そのファーストフードレストランね、まあ、マクドナルドみたいなファーストフードレストランは with、 これまあ動詞が入りそうですね。なんとかのブラブラブラ with extra large drink で、これはまあ did away が入るんですよね。do away with で、まあ、廃止するっていう意味ですけど、廃止しました to、did away with extra large、まあ、すごいでかいドリンク、extra large drink を廃止しました。なんでかっていうと because only a few customers、 まあ、少しだけね、少しのあのまあ顧客しかそれをオーダーしないからですと。で、な、ですね、ドリンクスはちっちゃくな、あ、スモーラー、ちっちゃくなりましたと。で、モアカスタマー、より多くの顧客がそれをオーダーしますと。ちっちゃいドリンクをね、まあ、フード、ミールと一緒に。そうなりましたということですね。うん、はい、はい、12番会話文、はい、まず映画、After visiting 京都に行った後 Why don't we blah 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 なんとかするのはどうですか。 Let's と一緒ですね。 Why don't we go、see 仙台に明日行きませんかと。で、 B が、Look at the map. Map, 地図見てよ。Those two places. この2箇所 are too far. めっちゃ離れてるよと。From each other. めっちゃお互い離れてるよ、この2箇所と。で、That won't blah blah blah. 4番入ります。That won't work out. そんなのうまくいきっこないよ。まあ、ワークアウトでうまくいくっていうね、よく出ますね。はい。そんなの絶対無理じゃんってことですね。I want to... 13番。グレッグのお父さんは教えたグレッグに何を ?How to fish? どうやって魚釣るのか。で、グレッグ、インターンですね。インターンで、まあ、同様に。グレッグはもう同様に、plans、まあ、計画しました。どんな計画かというと、to teach his son。グレッグもまた彼の息子に将来教えようって思ったってことですね。はい。はい。インタッチこれよく出ますね。うん。まあ、let's keep in touch で、まあ、ずっと連絡取り続けようぜとかね、使いますね。keep in touch。バイチャンスもよく出ますね、これ。偶然にっていうね。うん。たまたまとかね。バイチャンス。14番。After studying law, 法律勉強した後、大学で、アレックスは decided to 何とかすることを決めました。これ動詞が入りますね。decided to、decided to 何とか。で、specialized に専攻することを決めましたと。specialized inオンラインクライムを勉強すること。オンラインはね、ネット上とかの犯罪ですね。をなぜかというと、because he was very interested in 彼はとても興味があった。interested in コンピューターに。で、コンピューターとインターネットに興味があったからってことですね。はい。brain。はい。15番。リチャードの先生はリチャードに言いました。何を to stop bothering、な bothering というのはこれは邪魔するとかですね、迷惑かけるとか、bothering 他の生徒たち邪魔をするのをやめろって言ったんですね。でリチャード先生は彼女は言いました。 she saidIf, blah, 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 behaving badly, if he, Richard が、
persisted in、うん、それをまあその態度、悪い態度を貫く、やめない、ずっとそれに固執するのであれば、彼女は she would send him、なんとかするよと、なんとかしちゃうよ would、なんとかしちゃうよか、家庭法ね、she would send him、彼を送るよ、どこに、to the principal's office、まあ、教頭のオフィスに、送っちゃうよ、送りつけちゃうよということでね。なことかな、はい。はい、16番。The Power Company、まあ、電力会社とかかな。電力会社、Power Company は言いましたと、Rats were to the blackout。これ停電ね。were to。ちょっと難しいんだけど、blame for が入りますと、Rats were to blame for、ネズミが、まあ、その、まあ、原因であるよと。停電のブラックアウトの。で、んどうしよう。まあ、ここ行きますか。これなんか僕も知らなかったんですけどね。ブラブラブラ is to be blamed for っていう、まあ、文法があって、ほにゃららは、ほにゃららに対して責任があるっていう意味になるそうですね。is to blame for blah blah blah。ラッツは、その停電に対して責任がある。そのラッツのせいで停電になりましたっていう意味ですね。で、the animals、その動物は、ラットは、ネズミは、eaten through、まあ、通ってる、through wire。ワイヤー、通ってるワイヤーを、まあ、食べた。そのワイヤーはコネクティングハウスを、家につながってて、でさらに、家の中のエレクトリシティサプライ、まあ、電力供給場所みたいなことね、それにつながっている、ようなワイヤーを食べちゃったよっていうことですね。はい。17番。アーノルドは、まあ、思うと、何を思うかというと、彼のドーターが、ブラブラブラ him、 これ動詞が入りますね。でこれは takes after、彼の娘は彼にすごい似ていると、彼らの目すごい are the same color、 同じカラーであって、で彼女の鼻 nose is a similar shape、 まあ似た形、similar shape to his、 彼のとそっくりだよっていうことね。はい。このライズオフとかシーズンとか多分ほぼあんま出ないですね。これも別に知らなくてもいいかなと思います。18番。ミサキ's family、 ミサキの家族は move to the United States、 へ引っ越します。引っ越しました。アメリカに。It's when、彼女が she was little girl、 小さい少女の時に、子供の頃に、で、来年 next year、 美咲 blah 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 there、 で will have lived が入ります。美咲 will have lived there、 美咲は will have lived、まあ、そこにいることになる。 for どんだけの期間、 for more than half of life、彼女の人生の半分以上、more than half、半分以上、何の半分以上、of her life、彼女の人生の半分以上そこにいるよっていうことになりますよということですね。で、この選択肢なんですけどね、これも僕もここの時すごい嫌いだったんですよね。わかりにくいですよね。まず、一番の、is living なんですけど、基本的に live っていうのは進行形にならない動詞なので、おかしいです。マサキ is living っていうと、おかしい。これは文型的におかしいですね。で、2番、is to live、これまあ文法的におかしくはないんでね、この be to っていうね、文法が、be to 動詞っていうね、特別な、まあ、形文法があるんですね。これ調べてみてください。
is to live ブラブラブラで、まあ、予定、義務、可能、意図、運命という5つの意味があるんですけど、今回の文章だと、ね、合わないんですよ。なので、まあ、文法的に入らなくはないので、意味的に通らないんで、これ違うと。で、正解はまあこの will have lived なんですけど、来年のまあ今頃になると will have lived、 来年には人生の半分以上ここに住んでいくことになるよっていう未来の完了ですね。未来に完了している、 will have lived、うん、で、has lived、 この現在完了形っていうのは時制が合わないですね。 has livedな、うんでかというと、このネック、来年にはってなってるからね。うん。例えば、今日でとかだったらこれでいいんだけどね。今日でちょうど1になるってなると、その時は、has lived を使えば、現在完了。ちょうど今で、今日で、ここに人生の半分以上住むことになったよって言えるね。でも、この場合は、この期間が来年だからね。来年の時はもう未来の完了。未来の時点でその時に、なってるっていう。だからこれが正解ですね。これちょっとまあよくわかんない人はちょっと完了形ね、復習してみてください。現在完了と未来完了ね。はい、19番、その手紙 said the letter said、まあ、手紙に書いてあるということですね。手紙に書いてあります。何書いてあるかというと、 the bank、 銀行は非常に regret、 非常に後悔していると、regret toinform、なんとかにお知らせする。誰に？ Mr. Humphreys、 ちょっと読めないね。Humphreys、 Mr. Humphreys さんにすごい、非常に後悔しながら伝えてますよ。ざっというか何を、彼のアプリケーション、まあ、申請書ですね。彼のアプリケーション。何のための for a credit card、 クレジットカード申請書が had not been successful、 まあ、アプリケーションが、まあ、リジェクトされた、ダメだったということで、アプリケーションが拒否されましたということですね。お知らせるのすごい、まあ、後悔しながら伝えてますよということでね。これはまあ形の問題ですね。文法ですね。 regret to ですね。 regret to で後悔しながらないです。regret ing っていう文献もありますが、こっちは何とかすることを後悔する。何々することを後悔するとかね。to inform の方ですね。はい。で、最後、20番。Chris has been training. クリスはすごいずっと一生懸命トレーニングしてますと。何のために for a city soccer champion。まあなんか、シティサッカーチャンピオンシップのためにすごい頑張ってますよ。で、he runs no less とか入りますね。no less than 5 kilometers。彼は走る no less than で、最低でもっていう意味がありますね。no less than 5キロ以下。最低でも5キロ以下入りますと。ほんで、彼は spends、費やす over an hour。over 1時間以上のエクササイズを、しますと、どこでジムで、どんだけエブリデイ毎日しますってことですね。ノーレスザンですね。もうこれはまあ知ってるか知らないか、ノーレスザンで最低でもこんだけしますよっていう意味があります。終了です。